おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回歴史の話ね、はい、でイギリス、まあ、古代ローマ、そして、イギリス、まあ、現代もイギリスやっぱ同じような貴族制度があるんだけど、それとあと日本のもの、はい、封建領主もしくはあの貴族制度を比較をしてるんだけど、はい、ひとくりにあの、はい、言えるほど全然違う、はいはい、でこう貴族とかでという言葉でヨーロッパの方の人たち、ね、貴族と、はい、こうくぐってはいけないぐらい違う、はい、うん、という話なんだよね、うん、で結構のこの人たちってのは 自ら役割なんだよ、領主っていう、はい、うん、で農民たちを守る、で自ら農作業もしたり、この陳情を受けたりいろいろ話したりする、はい、であとあのイギリスのさ、召使いとこの、この貴族の物語って見たことある？召使いと貴族の物語ドラマとかね、有名なのはあの、はい、ケン・イシグロっていう日本人が書いた、英国在住の日本人が書いた、日の陰りだっけな、はい、あの知ってる？知らない？すいません知らないです。で、あと最近 NHK のドラマで、はい、だけダウントンアビーってあるんだけど、ここにやっぱ召使い住んでるんだけど、優しいんだよみんなに、はい、うーん、全然あの日本のこの感覚で召使いと領主は違うんだよ、はい、で召使いもこの人のためならっていうことで働くんだよ、はい、で小作人たちもその関係があるのね、はい、で なぜそこかっていうとね、なぜだと思う、なぜそういう風になる、よくジェントルマンって言うじゃんね、はい、います、うん、なぜそういう人たちが生まれたんだろう、これね、はい、一つ、はい、原因は教育だよね、あの大体13歳からね、まあ、18歳ぐらいの間にね、あのまあ、パブリックスクールって言って、まあ、私立高校中高みたいなのがあるんだよね、はい、そこであの、まあ、寮生活をしてすごい貧しい、あの質素な生活させられるんだよ、はい、で、はい、で親にはね1回か2回しか短期間会うことができない、はい、でよく有名なのを知ってる、あのイートン校とか、あとハローとか、あとラグビー、まあ、ここら辺ですごいその貧しい、すごい質素な生活をして、規律正しい生活を徹底的に叩き込まれるの、はい、で多分一般の人たちよりも質素な生活をさせられる、はい、もうほとんどね、あのなんかあのなんか僻地へ探検するような、はい、そのぐらい厳しいことをここで培ってから、はい、あの前ケンブリッジ大学とかオックスフォードとか、はい、そういうところに行くんだよね。なので、あとね、やっぱ質素なんだよね、この、はい、いうことですね、うん、うん、ということで、まあ、あ、今何分ぐらい、もうじき4分です、4分ぐらいで、やはり、あの、まあ、ちょっとね、ビジネスの話なんだけど、クライアントって言うでしょ、はい、これも全然誤訳だと思うんで、クライアント、お客さんとかって今言っちゃってるんで、はい、やっぱあのもしクライアントって言うんだったら保護する人たちなんだね、はい、うん、あの僕らがね、はい、お客さんをだから、はい、この精神でいかなければいけない、はい、ジェントルマンの精神で、はい、うん、であの戦場に立ったら一番あのこなんていうかな、はい、うん、突撃するのはこの命を捨てていくのはこの人、はい、はい、ということだね、うん、いう話です、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。